ちょっとですね、最近目と鼻が少しぐしぐししてて、夜もなんかぐし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 してるんで、病院行ってみようと思います。どちらけ？はい、そらっちです。出かけなかったのー。おいちゃん。はい。なんか、うん、鼻水と目やにがちょっと出始めた。出始めて。うちん、本当だ、しまった、出始めた、どうすれば出るもんなんですか。いや、鼻ぐずぐじだ、やっぱり、ね、あ、やっぱり、うん、鼻水がついてるもんね、横で、ね、うん、やっぱりね、うん、猫インフルですよ。あ、猫インフル、うん、だから、病気ね、うん、あ、いや、まあ、また飲ませる、ちょっと、ジョサプリちょうだい。今飲ませる分だけで、ジョサプリね、これダメだ、毎日やるんだから、10ちょうだい。そらちゃん、薬頑張ろうな。うん、どうしよう。はい、大きくなったんだから、お薬飲みや、ちょん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 、ほら、美味しいかな、うん、美味しくはないかでも鼻がね、ここがね、そうだな、あるな、やっぱうん、はいよ。もともとこんなね、引いてなかったんですよ、うんうんうん、これが1個残ってたのよ、はい、横に。でもないよ、もう飲んだ、うん、横にあったのか、これはどう、あ、今入った入った、今入った、入った、はい、いいよ、はい、あったね、はい、はい、1日2回、うん、やれるかな、はい、やれなかったら1日1回でもいいから、はい、まあ、連れて、薬持って連れてきて、あ、いいですか、基本が1日2回、1日2回、はい、次ね、はい、はい、ありがとうございます。次はじゃあそれでね、はい、はい、ということで今日からまたちょっと隔離生活です。ソランさん、先生によるとやっぱり猫インフルって猫風邪の症状がまた出てきてしまったので、皆さんとちょっとまた隔離生活しましょう。野良猫なので、そういう飲みとか猫風邪は必ず持ってるらしいです。なのでしょうがないですね。ソランさん、今回はちょっとやっぱり早めに気づいてよかったです。前より軽めなので、今回は早めに気づいてよかった。よし、頑張って治そう。赤外線も当てて暖かくしててくださいね。水もあるし、あ、ぐるぐるいってます。とりあえずこの薬を1日2回飲ませて、ちょこちょこ病院通いをしようと思います。皆さん、ちょっとソランさんが風邪ひいちゃいましたから、またしばらく会えませんけどね、ポンキチヒラ社員も応援してね。これから病院行きます。見てもらいましょう。だいぶなんか目が、ね、綺麗になったと思うんですけど、ね、薬どうやっとね、もう使ったのは一緒に寝ててるで、うん、本当ね、まだ飲んでないね、はい、朝はすいません、はい、なんじゃないな、みそみその口いやじゃないのよ、チュンチュンチュン、ああ本当だね、うん、本当に嫌やだな、本当にその子、なんちゃん、なんちゃん、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 ち
ちゃん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 ち
空飛ぶ勢いになったんだよ。まだあるわよ、あなた。まだあるの？あるあるある。あー、本当にか。あー。まだある？まだある。まだあるの？うん。おいよ。泣いてるだけでね。ほら、一緒に飲め。もう一回ね。あ、飲んだ、飲んだ、飲んだ。カゴ、カゴ、カゴ。カゴ。カゴ。1、2の3。はい。危な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 い。すごいな。おい、本当にすごいな。ほら、大変ですね。確かに。そう。先生でも、これだから。なかなか。先生でも、これだから。ちょっと大変。がっちりしてますもんね。ありがとうございます。はい、いいですね。はい、いいですか。いいおばちゃん、頑張ったね。合わせても大丈夫ですかね、他の。他のこと先生どうです、合わせて。ああ、だんだんいいんじゃない？だんだんいいですね。いいですかね。うん。はい。いい子にしてましたね。頑張りましたね。頑張りました。はい。おはようございます。そら、どうですか？調子どうですか？お、ほら、だいぶいいですね。だいぶいいです。目が綺麗です。薬飲まして、1日2回薬飲まして、安静にしてましたら、やっぱり、前と比べたら治りが早いです。よかったよかった。よかったですね。あ、早い。おぶりちゃんだ。はい、ぶりちゃんだ。